1899年は、日本の武士、海軍軍人。日清戦争で武軍を挙げ、旧越後長岡藩出身者として、最初の海軍将官となった。連合艦隊司令長官、山本五十六は、義理の老いに当たる。貞行進むと称し、後程度改める。野村正。母親戦争頃の撮影。父は、長岡藩軍事武業を務めた。 萩原金目、長岡藩があろう、河井嗣之助の甥いにあたる。奥上え藩同盟に加わった長岡藩の一員として、母親戦争に従軍し、法軍司令士として、法兵隊を率い分名があった。17歳の時に野村氏を継ぐが、野村へ改正したのは母親戦争後であった。維新後は、近藤塾に在籍し、海軍兵学寮に通学したが、 通学生が廃止されたことに伴い大量扱いとなる。しかし、教授、助教に次ぐ、教員職である、聖徳行政となり、兵学寮において、苦闘手伝い、三術教授の業務に就いた。7ヶ月後、野村は、流城乗組士官を命ぜられ、海軍将校の道を歩むこととなった。1871年に、海軍中尉に任官。 翌年には大移へ進み、日清副長、東海水平本営副長を歴任。日清副長時代は、西南戦争に従軍している。1881年2月に、詳細進級。少佐、中佐の時期は、造兵省庁職を除き会場勤務に終始し、盲春、比燕清おてる、畜子、山戸、筑波、富士山と七館で艦長を務めた。野村は、 豪傑肌な一面を持ち、清てる艦長時代には台風に遭遇し疲労した乗員に対し、総員士に片用意の号令をかけ式を回復させた逸話は海軍部内で有名であった。筑波艦長としては遠洋航海で海兵14機を指導している。この航海では、分隊長加藤智三郎が鯨に向けて無断で大砲を発射し、野村に叱られた逸話がある。 1890年に大佐となり、佐世保鎮守不参傍聴を経て、松島艦長に就任。ついで、高千穂艦長として、日清戦争に参戦。公開回戦において、坪井渉さん率いる、第一遊撃隊の一艦として戦い、抜群の武功と評価された武勲を挙げた。第一遊撃隊は四艦で構成され、同僚の艦長は、川原洋一、東郷平八郎。 上村彦之城の三名、八代六郎、岡田圭介は、高千穂艦長時代の部下である。戦後は武式洋行部の初代司令官となり、明治29年11月、少将へ進級。横須賀軍港司令官、常備艦隊司令官と司令官職を歴任したが、クレチン艦隊司令官在職中に死去した。墓所は、青山霊園にある。野村が死去した際、 郷里の長岡中学に在学していたのが、後年の連合艦隊司令長官、山本五十六である。野村の妻は、山本の実父、高野定吉の妹という縁があり、野村の存在は、山本の海軍志望に影響を与えたとされる。異界勲章等、ありがとうございます。